さあやってまいりましょうか。本日もバイオウェルドアウトゥー前回は時間になってきたぜ。でお父さんが白いナイスお母さんを八つ裂きにして娘を助けたと思ったシェリー娘は逃げた。そのまま聞こえてるだけどママは真ん中自分に夢中没頭しているせいか嘘みたいな状況ね。文字通り。クソまみれだからね。この下水道に一体何が溜まってるんだっていうね。ジープ出てこない。ケーブルか。ここに。そうだけど、急行ってまさ広いところじゃん。じいさ、爆発物とか投げ込まない感じ。なんか広がないからあれ結構ねうざかったりするもんね。ということで普通に進むちょっと。シェリー、なぜ家にいなかったの？安全だったのに。ねえシェリー、だって怖かったの。あれがそこら中にいて。警察を呼べばよかったでしょう。そう教えたわよね。呼んだけど来てくれなかったの。ママも電話に出ないし。シェリー、今話してる時間はないの。そんな、シェリー、今行くからね。先月待ってて、シェリー。すぐ行く。行ってきたんだけど、あのね、もうね、3年経ったでしょ。ビュッフェではしゃげるような年じゃなくなったなって思ったんだけど、健康診断とかの結果は比較的さまで良かったりするんで、オール A、まあオール A というか、まあ 1個だけね、あの前回も話したけど、ちょっととある理由で C になっちゃったっていうのもあるんだけど、まあそれはいいとして、それはいいとして。小さくなって食える量も小さくなっているっていうのがちょっとショックだし、それだけじゃなくてね、あのね、なんか消化能力も衰えてるのか、なんか飯めっちゃ食うじゃん。食った後にその大学生っていうか、まあ20代前半くらいまでの頃だったら、なんかね、で夜食うじゃん。でまあ6時から食べて8時に食べ終わります。寝る直前にはもうお腹がもう空いて空いて仕方ないくらいの状態になってたの。そのところまでもう次の日の朝になって朝ごはんいらないんじゃないかくらいのお腹いっぱいの状態だったりするみたいね。そのくらいもうちょっともうお腹が何かで生まれそうみたいな。前回パートでね、所長じゃないけどお腹から何かが生まれるみたいな、そんな状態になりかけてる。こちょっとどうするかな、そんな感じだったりする。あんたなんか唐揚げとか油っこいとかっていうのを唐揚げの油みたいな
親父の血筋だったら大丈夫じゃねって高く言ってたら全然そんなことない。自分はやっぱりそのみんなが言うような通りだったり、職場の人も50代の人も2人いるんですけど、その50代の人も食べなくなりますよとか、油も全然受け付けられなくなるからとか言われてて、まあ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 って思ったけど、本当そうなってたね。30になって30手前とか29歳くらいの頃からそうなったんだけど、辛いよ、なかなか食べたいなと思ってるものが食えないっていうのは、ねえ、いいのね。あのこれを見てくれてる人たちがまだまだ若い人たちだから、食える時に食いたいの食っといた方がいいと思う。あとで年取ってくると、その量を食えなくなる、しゃぶらっこに食えるなってのもあると思うけど、あとは、ね、歯の問題も出てくる、知覚過敏ね、まあ、歯がないね、あの50歳の人もいますけど、それはまたちょっと別の話。それは、まあ、あの歯をなくすかなくさないかはあの歯のケアの本当の問題で、知覚過敏ってやっぱり加齢とともにね、どうしてもあの現れてきてしまうものになっちゃうんで、あのそこに関してはね、ちょっと注意が必要なんじゃないかなと思って、ね、だからアイスとか冷たいもの系とかを食べるのも、やっぱり若いうちにできるだけ食べておいた方がいいと思う。特にさ、とかさ、そういうさ、カップアイス系のさ、なんか硬くて冷たいやつなんかもう量食えなくなってるから、量食えないから噛むたんびにね、多分筋肉とか筋肉とかさ、ソフトクリームとかとりあえず口に含んで、下の上で転がしたら溶けて、あの吸収できますみたいな感じだったんだけど、アイスね、アイスクリームとかっていうのは、まあ、残念ながらそうはいかんぜよっていう話になっちゃう。やられ方してもさ、なんか なんだかんだでウェーって起きてくるパターンのやつがあるんですよ、ね、飲めないかな。じゃあ、ね、クソみたいなのを飲みましょう。じゃあ、R1 なんだけど、ランダム要素というか、もうちょっとね、しんどいところになるんだけど、うん、ここをやっていこうか。ここが一番緊張するんだよな。でね、毒関係がねってなったら本当に嫌だから、あれ俺が腰の弱いところに持ってなかったら別に毒にならないだけのね、あのあれを使ったらいいだけなんだけど、あれ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 ってもうほんぼボケてんのかまあ敵は見えないしな。こっからもうロケラン打ち込めたら一番楽なんだけど、そういうわけにもいかんぜやんって話だもんね。じゃあ降りていきましょう。無駄に2発打っちゃってるあるけど、それってどっちか
壊してたら一応壊してることになるのかな。そこら辺はちょっといまいち不明なんで、なんかご存知の方々、ぜひ教えていただけると。なんか、操作しながらすげえ気持ち悪いなと思ってる。わかるわかる。見てる人たちも皆さん気持ち悪いなと思ってると思うかもしれないけど、操作してる自分が一番気持ち悪いので、安心してって何がどう安心なのかちょっとよくわかんないけどね。キングだから今ハメハメができない。クリアはハメハメされる方だけどね。捨てた。ハメハメっていうよりさ、なんかクリアの場合だとももぎ取りそうだったら楽しくてそうだけどね。童貞みたいなプレイをするのがミスだったりするんだな。俺はこういう免疫がなくて。くだらん。とりあえずじゃあまあここ戻ることができたんで、ああ時間も12分ここ戻ったら多分15分過ぎるくらいになっちゃう。じゃあ普通にこれまあアイテムも整理もしたいので一旦上の計画戻る前に、アイテム整理だけしてコンパート終了してで次回、警察おさらば編をね最終的にやっていきたいと思います。このアイテムもまたね。なんかね、球根をぶちのめして倒せるっていう方法を知ったらなんだかんだで結局ね、あんまりスパークの使いどころってタイミングでさ、クレアがね、シーンに引っかかえるシーンがあるけど、それ絶対臭い。まあでも下水道まみれのクレアだから、どっちか。結局ね、はい、よし、じゃあアイテム整理をしておいて、一旦このパートね、終了にしていきたいというふうに思います。もういらないかな、ここら辺のマグナムっぽいやつは、まあ、G3 くらいで使えたらいいかな。これ前回と同じだったら多分あの位置とあの位置なんだけど、もうハメハメするのめんどくさいからこれでいいか。そのループはないと同じ壁面だったはずだ。ビショップとクイーンは隣じゃなかった。クイーンとルークは向かい合ってて、クイーンとルークは向かい合ってたのか、ルークは真ん中に来てない人だけど、あーなんか違う。まあちょっとあえてバカっぽく見せてみます。分かってるけど、まあ、分かってるけどあえてバカっぽく見せてこうね視聴者さんにツッコミを入れてもらうポイントをあえて演出ってやつだから、まあ、これいわゆるやらせってやつなんで、まあ、そんな気にしなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど。
ました。ぜひにチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援をしていただけると心から嬉しいでございます。はい、ということでね、本パートは以上とさせていただきます。ちょっとね、アイテム整理も終わりましたんで、ということでね、また次回パートでお会いできたら嬉しいです。では、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。